皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフェロモトです。今回は犬の椎間板ヘルニア治療についてご紹介します。椎間板ヘルニアは椎間板が脊髄という神経の束を押しつぶしてしまう神経の病気です。症状としては椎間板が脊髄へ圧迫を起こす場所の程度によって症状が違います。治療方法は痛みだけの場合は薬での治療が中心となります。重度の麻痺の場合は手術が必要になる場合が多くあります。薬や手術以外の治療法として鍼灸治療があります。早期発見と早期治療を心がけ、獣医師の方と最善の治療を行いましょう。ペットリフォームのご相談、見積もりはセラフェの元にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。